検温したりしてあれしなきゃいけないんでしょ、うん、毎朝体温計とちゃんと報告するんだよ。なんかお弁当美味しいの1日目だけだった。タラタンタタタタタンタタタタタンタタンタンタン。はい、こちらが、3泊お世話になりました私のホテルの部屋でございます。着いてすぐに思ったのが、スーツケースどこに置こうと思って。皆さん、私の大きいスーツケースどこにあると思います？正解は、じゃーん、これベッドがこういうタイプだったから中にね入れちゃいました。はい、そしてこちらで動画のね編集作業をしてました。これね、お味噌汁余っちゃった3つ、あとこれジュース、あの毎食緑茶必ず1本と、あとフルーツジュース、これがセットで1食分で来るわけですよ。肝心のお水はホテルにあの入所した時にこの 500ml を2本だけもらったんです。だから3日で1リットルしかもらえなくて、まあ頼んだらね買って持ってきてくれたりとかするのかもしれないんですけど、こんなにジュースいらないから水をください。ドバイの空港で大きいねペットボトルのお水買ってきてたんでよかったんですけど、ちょっと足りないですお水。まあそれはいいとして、あ、これが噂の唾液採取の際に眺めれる絵レモンと梅干しの絵。はい、そしてシャワールームです。もうね、私結果が陰性であることを願って荷造りしちゃってるんで、もう何にもないです。はい、あ、これレインシャワーがついてたからちょっとね嬉しかった。検査方法についての説明書をお読みいただいた上で唾液を採取しておいてください。なお、検査容器は検疫官が回収に伺うまでお部屋で保管してください。部屋の外には出さないでください。検疫官は朝7時から順次皆様のお部屋へ唾液採取済みの容器を回収に伺います。
朝になってます。わかりました、ありがとうございます。陰性でした、やった。なんかちょっとすごい不安だった、はあ、よかった。成田高校に、バスで送迎をしてくれるんですけど、バスは一応4時にお願いしてあって、今3時15分18分ぐらいなんですけど、荷物をまとめて準備ができ次第もうあの1階の方に降りてきてくださいっていう風に、お知らせいただいたので、荷造りねもうほとんど終わってるんですけど、全部終えて忘れ物ないか確認して、レセプションにね降りようと思います。